どういうこと？姉さん。だって、いつもあんなに元気そうで。どうして、どうして黙ってたんだよ。Thank you.
落ち着いた。ありがとう。もう大丈夫だから。
お弁当作ろうか。できたわよ。お腹が空いたら来なさいよ。Thank you.
ざっとこんなもんね。エリス、よかった。ノイ、本当に久しぶりね。それに、あなたが人間、ナユタ君って言ったっけ。なかなか可愛いじゃない。人間嫌いだったノイが一緒にいる理由がなんとなく。エリス、適当なこと言わないでほしいの。人間なんて余分で怖くて。その割には結構仲が良さそうに見えるけど。一緒にいるうちにそういうのが忘れちゃったみたいね。だといいんですけど。そうなのかな。さて、再会と出会いを祝して一曲披露。あと言いたいところだけど、どうやらそんな暇はなさそうね。よかったら状況を教えてくれる？ええ、わかりました。
でした。この調子で鍛錬を積むといい。
撃。はっ。
わよ。うん、完成。レベルアップだ。お腹が空いたら来なさいよ。
頑張らなきゃ。Thank you.
行けー！はっ！はっ！
この調子で鍛錬を積むといい。Hey!
りゃえいえいえいThank you.
撃。おひゃー、この調子で鍛錬を積むといい。
優勝なものだ。後ろから追いかけられるのにもいい加減飽き飽きしていたところだ。今この場でお前たちを始末してやるとしよう。あの黒髪の剣士のようにな。それって名乗り忘れていたな。俺の名はセラ、セラムイル・オルディン。俺たちの使命は世界の本当の姿を取り戻すこと。ただそれだけだ。じゃあな。
Yeah!
あのセラムって人が仕掛けたのか。やっつけよう、ナユタ。マスターギアを取り戻してお姉さんを助けるの。わかった。えいはっ。Hey!
ない。クレア様、もしかしたら、もしかしたらなんとかなるかもしれない。Thank you.
ラ、何か忘れ物でもしたの？お父さんからお見舞いの品を預かってきちゃって。これがまた美味しいクッキーでさ、よかったら一緒にって。その子誰？島の子じゃないわよね。ああ、そういえば紹介してなかったね。彼女は僕の知り合いで。クレハです。今日は家に招いてもらって。家に？その姉さんの誘いでこれからお茶でもと思ってさ。よかったらライラも。家族ぐるみの付き合い。そうだったんだ。ナユとライラがなんか変なの。どうかした？なんでもない。じゃあね。ただいま姉さん、クレハを連れてきたよ。グッドタイミング。ちょうど用意ができたところよ。って、もう台所に立って。あんまり無理しちゃダメなの。このくらいなら大丈夫よ。それより、その子が、あら、とっても美人さんじゃない。クレハと言います。はじめまして。こちらこそ。ユピナ草の件でお世話になったみたいで本当にありがとうね。いえ、見つけたのはナユタとノイですから。私は大したことは。なるほどね。ほら、三人とも上がって。早速お茶にしましょう。Thank you.
あれが向こうの世界に渡ったか。因果なものだな。守備はどうだ。滞りなく。残る大陸ラ・ウォルグをもって全てが整うでしょう。ご苦労。そちらは引き続きお前に任せる。私はそろそろ最後の鍵を仕上げにかからねばなるまい。御意。全ては計画通りか。間もなく偽りの世界は終わりを告げる。ミトスの民の悲願、必ずや成し遂げなくてはな。